こんばんはあ暑いエアコンついてないからだ後でつけようこんばんはでーす本当はもっと早くに始めたかったんですけどそうまず一旦帰ってから昼寝してて気づいたら。 昼寝っててていいうか夕方寝してて気づいたらで8時8時半ぐらいに目覚めていや8時47分ぐらいに目覚めてそっからまあ9時ぐらいに入ってかそもそも9時までに配信を終えようと思っていたのですが <laughs> 思っていたんですがそうそれが過ぎていてそう8時。 47分ぐらいになっててやばと思ってそこからダラダラし続けて今ダラダラし続けて今 <laughs> ドラマにありそう <laughs> ないか今日は滑舌が悪いですなぜかチーズちゃんレインボースターユージさんセーラムーンリボン <laughs> マーんさん、おばけ、かわいいハロウィンのやつかな。おばけ、チーズちゃん、クマさん、ありがとうございます。ちょっと今、携帯手で持ってて、クマさんできないんですけど、ありがとうございます。あ翼 <laughs> なんか起きれなそうだしできな踊れなそうだし学校勉強できなそうだし全部やばい <laughs> でも明日なんかね超楽な授業だったからいけるわそうなんかまたね緊急事態宣言開けたから学校も分散登校じゃなくて通常登校になっちゃってえやばめって感じですねおっつー、ね、まだ筋肉痛ない でもね意外といけたこれ課題評価なんですけどそう意外といけたんかそう家でやってみようとか思ってふざけてやってた時はあの最初のなんだっけあの動き忘れたんですけどサビの最初のさ「ウィッチウェイだ」だウィッチウェイ全くできなかったんですけどなんかレッスンでなんか先生に教えてもらって。 そんな教えててもらってないですよはいウィッチウェイをしますはいみたいな感じで「はいはいはい」みたいな感じやられたらなんかついていかなきゃみたいな気持ちになってなんかできた勝手に <laughs> やばくないそうできたけどなんかね最初の入りが難しくてそう気づいたらねそうなんかねずれてるでもウィッチウェイはうち結構得意な方だったウィッチウェイからのなんちゃらみたいなウィッチウェイの後のステップみたいなのも得意だったけどその後 「うルマルマルマ嘘だと言いてよ嘘だと言いてよ」が誰よりもできない <laughs> やばい「嘘だと言いてよ」が難しすぎてあの飛ぶのと蹴るタイミングが分かんなくてやばい「夜明けまで夜明けまでもうなんかコツつかむまではタイミングがむずくて結構ミスる。 ね、あれ一見さ簡単そうじゃん手広げてぐるぐる回してウェーブみたいな簡単そうに見えるけどねそうあれむずかった「信じ合えるかなーは」はめっちゃ得意「<laughs> 信じ合えるかな」はできますそう寝起きなんですあまたマイク塞いでた 汗汗改善したかな自分もなんかちょっとマイク塞いでる気配して改善しようと思った <laughs> ありがたき風橋さんかわいいありがとうございますマー君さん猿ありがとうございます寝起きなんでちょっとぼーっとしてます でもなんかできてないけど落ち込んでないなんかしょうがなくないって思って <laughs> いや落ち込んだ方がいいのかな<笑>汗汗<笑>ね普通に <laughs> できなくて笑って感じ <laughs> でも自分が思ってたよりはできたから OK なんだよねあみ美穂ちゃんマジカルステッキありがとうございますあマジカルコンパクトもありがとうございます マジカルリボン全部マジカルつければよくないマジカルリボンもありがとうございますかわいいウェルビーママに「襟巻きトカゲ」って言われたらしいよなずなは <laughs> わらさすがですなずなはもう一家で面白そう絶対ね多分筋肉痛やばいのは明日以降そうだから今は全然元気満々って感じちょっと肩こり って感じなんですけど。<laughs> 主さんありがとうございます。あ今週のお話会楽しみありがとう嬉しい。ね、それな。お話会楽しみなんですけど。あやばい。やること忘れた。あこのまま忘れるのか。ね。あ、やばい。チャイナ頼,頼まなきゃ。え、どしようしんほん。ね、チャイナ頼まなきゃ。 どううしよう忘れそうだけどまあね忘れなきゃ OK <laughs> ね難しいよね <laughs> のぶたさんマジカルステッキありがとうございますね <laughs> マジマジカル万能説ねこんばんは。 ねお話か会楽しみすぎてやばくないえやばいだってそうだよねえあったかいといいなね <laughs> なんかさあれなんだよねあのそう「お花畑少女コーデ」はさちょっと前の自分が好きなタイプのコーデだからさなんかちょっとはずいかもみたいな <laughs> 日々思うけど まあいいやそうでも今日ねお世辞かどうか分かんないけどまなみさんがなんか全体的に痩せたねって言ってくれて嬉しかった。ってか話したかったんですけどそうついになんか一番太ってた時より5キロ痩せてたの「やばくないやばくない?」って元がデブすぎたっていうだけなんですけどそう一番太ってた時より 母があったら5キロ痩せててやばーって思ったけどでもなんか見た目は全然変わんないよ見た目は普通に痩せる前と同じような見た目をしていて <laughs> いや同じではないんだ実,実際は変わってるんだけどそう見た目はねもともと痩せてた時代には戻らずなんかすごい太く見えるんだよね,ね泣いたよね <laughs> 汗汗生写真可愛かったありがとうねあれは我ながら漏れてると思うわ信田さんマジカルコンパクトありがとうございますえー、サイン外れて悲しみそれは悲しいでもねまだ2月までいっぱいあるからどっかで当たるよ絶対ね悲しみお話かい抽選が惨敗本当ににんか前まで全然みんな当たる当たってたけどあれだね多分 ありがたいことにファンの人が増えてくれたんだ大好きみんなハートって気持ちです <laughs> お疲れーね友達とかに新曲のこと言われたりした学校の先生とかえ言われたかな言われてないわら <laughs> ね多分言われてないわね言われても困っちゃうあ私はできません ってなっちゃうそうなんですプーププププッね若いうちから着られ若いうちしか着られないファッション楽しんじゃおうねそう <laughs> おじさんだから全然痩せない大丈夫だよ頑張ろうね痩せなくても大丈夫だよ でも痩せたいんだったら頑張ろう <laughs> そう今日はねそうでも今日はね、最近言うてあんまお腹すくんかもしれんねえ一個まだなかったマジいやんだね可愛い,いので大好きですやったー ネマはもうめっちゃ良くないえ。私超好きなんですよね。私歌ってたんですけど、家で一人であしゅうさんマジカルリボンありがとうございます。そう、家で一人で歌ってたんですけど、私あれ a メロが得意1 a。a そう1。a が得意あの、ちょっと合ってないうちにから須藤織りシってターンまでしか歌えなくて、その後なんか高くて歌えないんですよね。 でもさ、絶対私さあのできないしやばいから絶対後ろの端のポジションになるじゃんやるもしやる日が来たらそうって思ったんですねだから自分の苦手な歌割りになるじゃんえやばくない <laughs> 無理最初さ「ルージュが似合う女」 などのところをさなんか「宇宙が似合う」って歌だと思ってて「宇宙が似合う女って何?」って思ってたの <laughs> そしたら「ル・ジュー宇宙が」だったヤ <laughs> バくない最初「宇宙」だと思ってたあと奈良さんの歌唱力すごいよね「ル・ジュー宇宙が似合う女と呼ばれてたなんて <laughs> ね、そう規模デカって思っててて思さすごいあそんなそんなすごいのかみたいな思ってたウ <laughs> さんマジカルステッキのぶたさんマジカル帽子マジカルハット <laughs> ありがとうございますそう。 コミさんマジカルリボンありがとうございますイェイイェイイェイエイイちょっとね疲れすぎてね三脚に携帯を取り付けて座ってライトを焚く元気もなく <laughs> 今こうやって配信しているねお話会11月まで待ってますえネモも葉も全く完璧じゃない3秒ぐらいしかできん <laughs> か家で練習するっつってもさなんかしようがないっていうかそう普通に厳しいんで <laughs> 諦めモードお家での練習はちょっと一旦お休みみたいなねてからじゃあもう今さカラオケで歌えるってことえ今度暇な時歌っちゃおうじゃシールちゃん素敵ありがとうございます え大騒ぎ天国歌いたいんですけどえ両方歌えるカラオケでこのショールームのあやばランキングもうちょっとしたら読まなきゃあーまあ漏れてない今日なぜ <laughs> そうてか今確認すればいいんじゃない 確認しようえあるんだけどネモハモルーマ大騒ぎ天国はないわ大騒ぎ天国はないけどネモハメはあるわ <laughs> みんな優しい。はい、ではランキング読みます。十三位デイトナさん、十二位猫白監督さん、十一位友太郎さん、十一位聖也さん、九位プーピさん、八位美穂ちゃん、七位のぶたさん、六位風星さん、五位おちゃぶタイムさん、四位佐賀さん、三位マー君さん、二位チズちゃん、一位伊藤さんです。イエーイ。<laughs> ありがとうございます。ありがとうです。 <laughs> ね配信ちょっと一瞬だったけど来てくれてありがとうでしたイェイイェイイェイエイェイ <laughs> ねじゃあ日々練習の進捗っていうのしん進捗っていうんだっけ <laughs> 進み具合はねレッツ報告させてもらおうと思いますねえ プランクは前にやったことあったんですよ。なんか、そう、参加してみようみたいな感じで、そう、痩せたいしと思って参加したことはあったから、プランクはまだいけたけど、辛く、結構きつくて、吐きそうになって、やばかった。<laughs> なんか気持ち悪くなって、座っちゃった。<laughs> やばいよね、私、体強いはずなのに。って思って、超悔しかったです。<laughs> あ、ぜひ各種 SNS フォローしてくれた嬉しいです。バイバイ。もう終わるかな Bye-bye.